張るな態度ね。めぐるくん、どうしたい？え、僕？あ、そうだ、新聞部に入ってもらうっていうのはどう？え？うん、だってまだまだ部員だって足りないし、このまま二人だけじゃいつまで経っても部になれないじゃない？確かにそうだけどさ。それに今回僕たちが事件を解決したのも忍がいたおかげの部分もあるしね。部屋の鍵のこととかさ。まあそうね。あなたは私とめぐるくんに次いで頭がいいみたいだし、濡れ衣かけられても何の言い訳もしない、黙って行動で真実を証明してみせようとするその態度も立派だわ。新聞部部員としての資格十分。忍さんなら我が栄光ある新聞部の名を傷つけず立派にその役目を果たせると思うわ。そういうわけだから忍、いいだろ。それが要求というなら。それと推理探偵同好会ってやつも解散ね。勝負は勝負だもの。分かったわ。新聞同好会に。新聞部よ、新聞部。それで私が部長。分かった？あなたが部長。それじゃ桃井くんも大変ね。え、こんな元気だけが取り柄のような人が部長だなんて。あなたね、いくらなんでも失礼じゃない。これからは忍さんも新聞部の一員なんだから礼儀はきちんとわきまえてもらえないと困るわ。特に新聞部部長と平部員の上下関係は絶対なのよ。これからは平部員？なんで私が？何言ってるのよ。さっき言ったでしょ、新聞部に入るって。あー、ひょっとしてあなた神聖な賭けの約束を覆そうっていうの？そんな卑怯な真似断じて許さないわよ。誰が約束を破るって言ったの？きちんと新聞部に入るわよ。だったら当然あなたは平部員に。桃井くん、顧問の先生は誰？え？顧問の先生は？まだ決まってないけど、野々村先生がやってくれそうだよ。そう、ありがとう。ちょっと逃げる気？どこ行くのよ。野々村先生のところへ。新聞部の中に新しい部署ができるって報告しに。何よそれ、って言ってるんじゃないわよ。約束は破ってないわ。新聞部に所属するんだから一緒に活動してとは言われてないわ。あー、もう。あなたね、そういうのをへりくつって言うのよ。そんなのは認めないからね。部長命令よ。関係ないわ。野々村先生に認めてもらえればいいわけだし。それじゃあ。
冗談じゃないわ。野々村先生渡さないわよ。私に勝てると思ってるの？当然よ。あなたごときに私が負けるわけがないわ。私の力見せてあげるわよ。あの二人とも落ち着いて。うるさい。静かにして。